温泉湯畑に来ています。すごい、お湯の量だね。湯畑とはよく行ったもんだね。すごい。じゃあ向こうにも行ってみようか。ここが湯畑です。こちらがね、湯畑です。まあ、人の賑わいも戻ってきたんですかね。もう館内の人数ですね。今日はね、2021年4月の1日です。すごい。まあ、ここをね、まあ、熱いお湯が、まあ、流れて、まあ、だんだん冷めていくという。なんか湯の花もね、ここで取れるんですよね。すごい。なかなか湯畑が大変だよね。あ、これが白肌の湯かな。はい、ここもね、共同浴場だと思いますよ。なかなかね、あ、六階公園なんですね。9時半、10時、10時半、15時半、16時、16時半、今、14時、15分、畑ね、湯畑の方ですごい、ここからコンコンと湧いてるね。ここのところにはね、草津に歩み師100人だそうです。斎藤茂吉さんとか、与謝野鉄幹さん、与謝野晶子さん、土屋文明さん、おーいた方ですね。すごい人の数だね。やっぱり全国で、ね、有名になってる温泉場ってこんな感じなんだね。びっくりした。まあ、こちらには足湯がありますね。まあ、とりあえずもう全身で入ってるんで。へえ。こちらはあれですね。フルムーンのお二人ですね。高峰美恵子さん、上原健さん、石原裕次郎さん、三木義さん、あ、A 六輔さんいましたね。まあ、いい湯だな。あ、こんなに綺麗な。
こうやって流れてるんだね。はい、こちらが湯畑でした。ご視聴ありがとうございました。